横尾忠則現代美術館は、兵庫県神戸市の宅、原田通にある横尾忠則作品を収めた美術館である。兵庫県西脇市生まれの美術家、グラフィックデザイナーである横尾忠則本人から、兵庫県に寄贈、帰宅された作品を収蔵しており、それらの作品や横尾とゆかりのある作家の作品を展示することを目的として2012年に開館した。 西脇市生まれだが、神戸新聞社勤務のため、親元を離れ暮らした神戸市に設立された。1982年春光の兵庫県立美術館、王子文館日誌館を改修し使用したものだが、以前は兵庫県立美術館、原田の森ギャラリー西建として利用されていた。同文館とは同じ敷地に立地している。2階及び3階は展示室、4階には、 アーカイブルームとし、展覧会場としてだけではなく資料の整理や公開も行う。旅行から寄贈、帰宅を受けた作品は、開館時で絵画約500点、版画約200点、ポスター約900点にセット、ブックデザイン約700点に及ぶ。旅行は、開館に向けての展覧会の企画に51の構想が湧き出たというが、 当時横尾は76歳であり、年4回でも終わる頃には僕は高校の世にいない。向こうから干渉するかもしれないと発言した。ありがとうございます。